こんにちは。今日は、クインテッド美容室の求人、動画をご覧いただきありがとうございます。今現在クインテッド美容室は、アシスタントを募集しております。このクインテッド美容室ができたのは今から13年前、2002年に私が、当時、長いことヨーロッパでちょっと修行しておりまして、その後、2002年にこの店を、13年前にオープンしました。最初は誰もお客様が、来ていただけなくて、最初はとても大変だったんですが、今では口コミでたくさんのお客様が来ていただけるようになり、とても感謝しております。それで今、クインテッド美容室ではアシスタントを、募集しております。私たちがこう望む人材というのは、例えば、前の美容室で人間関係で困ってしまったりとか、一回美容師を辞めてしまったりとか、している方々いると思うんですね。もう一度、サロンで、一からというわけではないですが、もちろんその方の、今まである技能を尊重しつつ、また勉強したい、そしてうちの美容室でスタイリストとなって、美容師になりたい、そのプロの美容師になりたいという、方々を、募集しています。もちろん新卒の方も大丈夫です。そうですね、新卒で入っていただければシャンプーから、そしてブロー、ワインディング、そしてカットと、勉強会は週2回あるんですが、私をはじめ、優秀な先輩たちもいますので、その人たちが、ちゃんと教えてくれます。あと特にそうですね、ブランクのある方、一回ちょっと美容師を辞めてしまったんだけどまた美容師をやってみたい、こういう方もクインテッドは大歓迎です。実際そういう、スタッフもいまして、何年か美容師を辞めてたんですが、また美容師になりたいと言ってうちの門を叩いてきた、スタッフもいます。ちょっとそのスタッフを紹介したいと思います。丹野さんどうぞ。自己紹介を。はい、スタイリストの丹野まりえです。はい、こちらの丹野、はですね、美容師を、やっていたんですがちょっとお店の人間関係とかがあって美容師を、プロの美容師になりたかったんだけどちょっと辞めてしまったという、一回辞めてしまったっていうスタッフなんですが、何年前になりますかね、丹野が。丹野さんは6年前ですか。6年前、はい、6年前に、もう一度美容師をやりたいと言ってうちに来て、美容師を辞めた後は何をやってたんでしたっけ。一度アパレルのお仕事をして、はい、その後は派遣社員として工場みたいなところで働いたこともあります、うん、どうしてまた美容師をまたやりたいって思ったんですか。やっぱその派遣社員っていう、なんつうんだろう、自分がやった仕事に、うん、こう対して返ってくるものが何もないので、うん、こう自分がどんだけやっても同じお給料だし、うん、あとお客様はそのそうですね、関わりがないので、うん、全く、なんでやっぱ接客業もやっぱ好きなので、うん、戻りたいという気持ちと、うん、25歳っていうちょっと転機があったっていうので、うんうん、もう一回美容師としてやってみたいで、はい、でうちに来てくれたわけですよね。はい、で今ではもう丹野は、今現在スタイリストとして、頑張ってます。どうですか今、うん、充実してますね、うん、どういうところが充実したって感じますか。そうですね、やっぱり美容師にもう一回慣れたっていうのもあるし、いろいろ一から教えていただいた先輩たちの技術とかもそうですし、やっぱ人間関係も心はみんな仲いいと思っているのですごいいいですね。お客様からの反応はどうですか。そうですね、お客様とも結構明るく話もできますし、うん、よかったって言ってくれる方も多いので、うん、やっぱりお客様から喜ばれたっていう時が一番やっぱ嬉しい。はい、そうですね、そのこの仕事のやっぱ醍醐味ですよね、うん、そうですね、うん、はい。こんな感じで、一度美容師を辞めてしまったっていう方もクインテッドでは大歓迎してます。
もう一回チャレンジしたいとかいう方は、ぜひ、こちらのホームページを見てクインテッドのお店の内容も分かりますし、もしくはお電話をいただいて、履歴書を送るっていうこともできますので、ぜひ、皆様の、クインテッドでもう一回美容師をやってみたい、もしくは一から美容師をやってみたいっていう方、もちろん男女問いません、ぜひ、ご応募いただければと思います。それではお待ちいたしております。動画を見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。